G3 女子リーグ戦第5戦マクール杯今日4日目、1レースの1着は1号艇の石村咲選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。それでは早速レース振り返っていきたいと思います。さあ進入は1二三4号6の枠成です。石村選手インコースからです。はい。さあ、まあここまで3日目までと風向きなども変わってきて水面のコンディション変化ありますが、はい、どうでしたか？そうですね、やっぱしスタートがすごい早くなってるんで、ちょっと怖かったです、はい、F2 持ちなんで、はい、さあそして1マークなんですけれども、ここは2号艇の西村選手は見えていました？そうですね、はい、来る気配があったんですけど、しっかりターンマーク回ろうと思っていきました。はい、まあ、ちょっと大きくこう牽制しながらも、はい、ターンマーク回ってここでも1着となってきているんですけれども、少し乗り心地が出てきたかなというお話だったんですけれども、はい、どうでしょう、船足など変化はありますか？やっぱどうしてもスタートを全速で行ききれないので、そこはちょっと課題ですね、やっぱし、はい、道中の感じはどうでしょう？はちょっとセッティングを変えたんですけど、乗り心地が来てくれたかなという感じがあります。はい、じゃあ本当にもう課題はスタートだけ。そうですね、はい、まああまり無理はできないですからね。そうですね、はい、まあでもこの1着で次のレースにつなげました。そうですね、後半も精一杯頑張りたいです。それではもう一声お願いします。はい、途中不良候補とかしてしまって点数を下げてしまったんですけど、後半も精一杯自分らしく走って準優目指して頑張りたいと思うんで、応援よろしくお願いします。さっきさっきにしてやんよ。1レースの1着は1号艇の西村…失礼しました、市村咲選手でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。